この夏、安室奈美恵がアジア各国を訪れた。2年半ぶりのオリジナルニューアルバム、アンコントロールドのプロモーション。彼女が最初に降り立ったのは台湾。待ちに待った安室奈美恵の来訪。台湾のファンは熱狂的に安室を迎えた。空港にはファンと取材陣でおよそ350人が集まった。3年ぶりの安室の来訪に空港は騒然となる。安室はカメラマンに囲まれ、一時身動きが取れなくなった。続いて訪れたのは香港。香港でも安室は熱烈な歓迎を受けた。香港のファンも彼女を待ち望んでいた。訪れた各国で記者会見が開かれた。日本でも珍しい安室の会見。アジアの新聞は安室奈美恵一色となった。安室奈美惠、奈美恵安室さん、どうぞ。はい、どうぞ。はい。其他看看着每一台摄影机啊，会不会是？大家好，安室奈美恵です。こんにちは。好，欢迎欢迎。なんかまた台湾に来れてとても嬉しいです。能够再来台湾真的非常的开心。咁啊，最后嘅时间咧，不如我哋香港嘅咁多位乐迷咧，讲翻呢个 message 好唔好？所以，せっかくで香港のファンにもしもメッセージがあったら、一言お願いします。はい、今回本当に久しぶりに来れてとても嬉しく思っています。いつか本当にここでコンサートができればいいなと、できるように頑張りたいなと思っていますので、皆さんその時はぜひライブに遊びにいらしてください。